決勝戦お疲れ様でした。強豪相手に非常にいい形も多く出たかと思います。振り返っていかがだったでしょうか。前半の最初ら辺に点を取られてしまって、そこから流れがどんどん相手になっていったら行って、でも1点取れたし、そこはいいところだと思うけど、まだまだ気持ちの面でも技術の面でも全てが下だと思ってるので、これからの練習で頑張っていきたいです。ありがとうございます。非常に重要な高校総体という中で、選手にとってもチームにとっても、いい経験たくさんできたと思います。全体を通していかがだったでしょうか。と2位っていう結果は今までに今まで負けてきて、ここまで来た成績が3年ぶりぐらいだったので、いい形で、1位取りたかったけど2位っていう形で終われてよかったです。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。